オードリーのオールナイトニッポン。私ね、今日昼間バーベキュー行ってきまして、毎年やるんだって、恒例その、まあ、声かけて、仲のいいメンバー集めて、まあ、バーベキューやるっていう恒例のやつがあるから、まあ、よかったら来ませんかって言われて、でやっぱり行ったら業界の人ほとんど技術さんとか、まあ、あとスタッフさんとか、でそのご家族とか、まあ、ちっちゃい子がいたりとかして、まあまあだから業界の人だからロケバスとかも手配できるじゃないですかって入ったらさ、みんなもうビール飲んでんのよ、朝の9時にで、いやなってんのなってんの、9時とか、で、お前な、AD なんだから、なんとかやれよとか、言われたりしてる中で、ずーっと私がこうやって後ろに座って、したらね、その私以外の全員が、バスをこう降りたのよ。で、私もこう席立って、降りようとした、して、パッとこのね、窓を見たら、ガンガンみんなで水鉄砲で打ち合ってんのよ。朝ずいぶんバーッと降りてズーッてもう、はい、でなんか大人の水鉄砲ね、はいはいはい、それがなんか毎年恒例みたいな感じなのよただ出るだけになっちゃうもんねその時出ても手ぶらで出て見てる感じになっちゃうもん、ね、そう何も持ってきて言われてないし水鉄砲何もないからさうわーと思ってこれはどんで、で結局そのさ芸人も一人もいないのよ、はいはいはい、私だけだけだら地獄バーベキューですよそんなこと言うなよそう今日言ってきたのに全員知らないしさ地獄バーベキューやわって思ってたの朝からで途中寄ったコンビニで急いでビール買ってさ、急いで飲んでさ酔わなきゃいけない酔わなきゃいけないでもそんなんで追いつかないのよ、んでこれどうしようとみんなもう河原で水鉄砲やったりとか女性陣はなんか野菜切ったりとかしてる中でもうどうしようと思って肉を焼くみたいな残ってたのよはいはいはい、はい、網でねでそれをこうずっとやってさ、結局6キロぐらい焼いたねもう肉をトングで私皮を背にして焼いてて、対面に焼く人が入ってきてくれんだけど大体私の対面の人私以外の人は焼いてる途中にさ誰かから水鉄砲当てられてわーってそっち行っちゃうのよなるほどねだ私だけなの固定でずーっと焼いてる。水鉄砲も当てられないんだ。当てられないのよ。あんまりもういきなり始まっちゃってるから。なんだよもう帰れよお前。地獄バーベキューやで。水鉄砲も気に使われて。ほんまに。ただただ肉焼いてるだけじゃない。肉焼く焼き職人よ。シュラスコの外国人じゃないか。六本木とかにいるね。で焼き切ったら帰ろうと思ったのよ。それさ帰る手段としたらさ、ロケバスじゃないとなるとどういう手段か、もうだからもう駅かなんか探して近くのそれぐらいでもいやもうないからしたらさもう覚悟決めて帰ろうと思って覚悟決めて焼いてたらここでですよ、ピシュンっつってやっとかよ私の背中にやっとかよ私の背中にさ、これがね、あったら私もいけると、輪に入れると思ってさ、でピシュンと来た瞬間に、今春日が焼いてる途中でしょうがつって、言ってバッて振り返ったのよ。したら5歳ぐらいのさ、男の子でさ、技術さんの息子さ、泣いちゃってさ。地獄や。地獄バーベキューやで。地獄バーベキューやで。いよいよ思ったら、そこはでもやっぱテレビの人たちだからさ、すぐに悪ね。悪役にしてくれて、その、うわ、泣かしたみたいになって、やっつけろみたいな感じで、みんなで私にこう、攻撃をね。はいはい、そこで。してくれたのよ。ようやく。ヴィランズ。ね、バーベキューヴィランズ。にしてくれて、ようやく一斉攻撃してくれてさ。ミニちゃんに、ヴィランズが。ヴィランズがね。バーッとやってくれてびしょびしょになっておーいっつって私も兄ちゃんだからね兄ちゃんだから許さないわよーっつってハッピーハロウィンっつってハロウィンだよでまあ輪に入れてさ、バーベキュー楽しかったねさあ楽しかった結果楽しかったいやそれがあってよかったその子のおかげだねおかげね、子供は、子供は宝だよ。
日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。許せないわよ。